こんにちは、シバドです。今回はですね、ギガディレイボス DD20 をご紹介させていただきたいと思います。今回も千葉県船橋市にある千葉管楽器さんからギガディレイお借りいたしました。このディレイの最大の特徴は2つのペダルがついているということですね。機能的にはこちらはですね、オンオフ、そしてこっちはですね、メモリーがですね、4つまで登録が可能になっております。なので曲ごとにパッパッパッと変えていくことが可能になります。でご覧の通りですね、液晶がついているので非常に見やすくて、つまみもしっかりと見える化されているので、アナログのような使いやすさですね。でディレイのテンポ合わせが苦手な方にもですね、こちら長押しするとBPM を登録することが可能なんです。なので曲のスピードに合わせて、 BPM に合わせて設定をすれば、ドンピシャのタイミングでディレイをかますことが可能になってきます。非常に便利な機能ですね。ではつまみを見ていきましょう。こちらエフェクトレベル、そしてトーンで、フィードバックがつまみでできるっていうのはいいですね。そしてモードがたくさんございます。一つずつ試していきたいと思うんですが、基本的なですね、ベーシックなスタンダードを軸に音比べをしていきたいと思います。で飛び道具的なですね、音が入っているので、まずはベーシックなスタンダード、アナログ、テープ、そしてデュアル、スムース、このあたりをですね、最初試していきたいと思います。でその後にですね、ワープ、ツイスト、 SOS などのですね、ちょっと変わったディレイを鳴らしていきたいと思います。
you